アップユニティチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、エニーリーチさんにお邪魔して、いろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に中島社長、ご紹介をお願いします。はい、エニーリーチ株式会社の代表してます、中島と申します。私たちエニーリーチという会社で、エニーギフトというショッピファイのアプリを開発、運営しておりまして、今日はそのお話させていただけたらと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はエニーギフトさんにいろいろついて根掘り葉掘り聞いていきたいんですけど、そもそも e ギフトっていろんなところで聞きますけど、どんなサービスになるんですか？はい、 e ギフトは住所を知らない方にでも送れる仕組みのことを e ギフトとかソーシャルギフトと呼ぶことがありまして、これまでの EC サイトとかで物を買ってお相手に送りたい、ギフトしたいとなった場合には、一回自分の自宅に届けて手渡しをするか、もしくはお相手の住所に直接郵送でギフトするかというどちらかしかなかったところに、後者の場合だったら相手の住所を聞いて、電話番号を聞いて、そして代わりに郵送で送るという、そんな、まあ、お手間とか工数がかかってくるというところを、 e ギフトの仕組みがあれば一切そのお手間がないという形になってます。買う方はもう発行されるリンクをお相手にメッセージとか LINE とかメールとかで送っていただいて、受け取る方がそのリンククリックして開いて、自分でそこに名前とか住所を入れていただくということによって、お届け先を切り替えるという、そんな仕組みを持っておりまして、その総称を e ギフトと呼んでおります。なるほど、非常に便利ですよね。まあ、そういうのって本当にずっと増え続けてるんですかね。そうですね、まあ、これまでちょっとずつ増え続けてきてたところかなと思ってるんですけど、はい、コロナを機にかなりガッと増えましたね。あ、なるほど。これまでギフトってやっぱり手渡しで直接思いを届けたいとか、相手の喜ぶ顔が見たいとかはすごくあった中で、まあ、コロナでなかなか直接会えなくもなりましたし、なんかいろんな方がこう転々と移住されたりとか、なんかホテル暮らしされたりとか、受け取るタイミング難しく、住所も不定期になったんで、なんかそういう時に e ギフトというところがガッと盛り上がって、まあ、この5年で2倍ぐらいの市場になってきたかなというところにはなりますね。やっぱり e ギフトを導入することによって、いわゆるマーチャント側のこう効果みたいなところっていうのはどういうものが挙げられますか？そうですね、大きく2つマーチャントさんの効果あるかなと思ってまして、まあ、1つは、まあ、これまでギフトを送りたかった、買いたかったという時に、でも相手の住所を知らないし、相手の電話番号もわからないし、断念してたという方々が買ってくれる、この潜在的なギフトの需要をもっともっと掘り起こせるようになるというのが1つポイントにもなります。もう1つは、このこれまでの郵送のギフトだったら、まあ、1つの注文のデータに購入者の方の情報に配送先がお相手という情報が1つ作られるだけだったところに、e ギフトであればお相手の方はオンライン上で情報を入力をしてくれると、そしてそのタイミングに私たち、このいろんなメルマガだったり SNS のフォローだったりデータも取れるところが価値になっていまして、今回その e ギフトの潜在的な需要を掘り起こす一つ目のポイントと、受け取る方のデータもしっかり取って今後のマーケティングに生かしていける、この2つが大きくポイントでメリットになっているかなと思います。なるほどなるほど、両取りっていうのは結構斬新ですね。そうですね、結構前者の方が最初メインでずっと考えてたところだったんですけど、はいはい、まあ、いざ使っていただくと、後者の方が本当はむしろ価値があるんじゃないかってことは、むしろマーチャントさんからお声をいただいて、はい、その着想を得て、そこからただただ住所を入れるフォームにするだけではなくて、もっとそこをもうマーケティングチャンネルとして、メルマガの取得、 SNS のフォロー、クーポンの配布、なんかいろんな活用にしていけるんじゃないかっていうアイデアを、むしろいただいた私たちそれをもう、 こう受け入れでやってるって、そんな形もあります。あ、なるほど、 e ギフト端を欲して、どちらかというとリファラルにちょっと近いぐらいの感覚っていうのをちょっと今感じました。まさにその側面ありますね、うん、なんか実際に e ギフトの仕組みだけを使ったキャンペーン、リファラルキャンペーンやってくださる方もかなりマーチャントさんいらっしゃいまして、まあ、実際商品を0円で作成して e ギフトを買って、リンクだけをお相手にインスタグラムダイレクトメッセージとかツイッターのダイレクトメッセージで送っていただければ、ある種そのリファラルキャンペーン的な使い方、かつデータもしっかり取れて、入力された情報そのままショッピファイの受注データ取り込んで発送までいけるという、なんかある種キャンペーン的にもかなり便利にも使っていただけるので、なんかその側面すごい持ってますね。なるほど、すごく面白いですね。ちなみに実際こう e ギフトを EC にできるっていうところだと思いますけど、もうちょっとサービスの全体像みたいなって教えていただけますか？ エニーギフトというシステムは今だといろんな EC サイト、こうショッピファイだったり、まあ、メイクショップだったり EC キューブだったり、いろんな EC サイト作られてると思うんですが、まあ、どんなサイトでも実は今組み込めるようなサービスになっています。でその自社のサイトでこれまで物を売ってる方々がもっとこうギフトを強化したいと、まあ、ラッピングを作られる方もいらっしゃれば、まあのしをつけられる方もいらっしゃれば、その中にこの e ギフトで買えるという手段、購入手段を組み込みさせていただいて、
その自社のサイトの中で新しいギフトの買い方ができるというものが弊社のサービスになっています。これまで Amazon とか楽天ではなくて、利益率の観点ですとか、お客様との接点の観点で、自社のサイトの強化をもっともっとしていきたい企業様はかなりいらっしゃって、とはいえやっぱり楽天ポイント、Amazon のその早い配送、なかなかモールのメリットに、自社のサイトのメリットをどう作るのかっていうところがあった中で、今回この e ギフトの買い方、受け取り方みたいなところは、ある種、楽天の方はできない仕組みなので、自社のサイトの武器として、お客様が買う理由作りとしてもできますし、その先にデータをちゃんと取って、お客様と企業の接点というものをより広げていけるというところがメリットになっていて、それで結果このサービス開始して今1年ちょっとなんですが、もう導入企業は500、600社ぐらいになってきており、引き続きその数は増え続けているというそんな形になっています。500、600ってすごいですね。やり始めてどのぐらいでしたっけ？今ちょうど1年と1ヶ月ですね。1年と1ヶ月で500から600、破竹の勢いですね。ありがたいことに増え続けてきていますね。ちなみにこう導入後の KPI というか、こう数値としてこういうふうに変わったみたいなところって何かこう感じてるところってありますか？そうですね、シンプルにもう売上が順増で上がっていくところが感じます。やっぱり潜在的なギフトの需要が増えていくということは、すなわちこれまで買わなかった人が買うようになるので、意外にこの住所を聞いて買う方はそのまま推移し続けたまま、 e ギフトの売上部分がどんどん増加していくような形は、これまでの導入企業様は結構見られているところがあるかなと思ってます。なるほど。しかも送った相手の方もマーケティングをしていくから、本当に純増プラス純増というかね。そうなりますね。そうなりますね。素晴らしい。ちなみにこうリピート率ってどうなんですか？はい、リピート率は購入者の方のリピートとギフトを受け取った方のリピート両方実は高くありまして、購入者の方に関しても、これまでじゃあ A さん、B さん、C さんにギフトを送るときに A さんの住所を聞いて送る、 B さんの住所を聞いて送る、 C さんの住所を聞いて送るという体験よりも、すべて聞かずにリンクで渡すだけの方が圧倒的に便利で送りやすく、かつそのいつでも送れるというタイミングに合わせれるので、購入者の方のリピートは相当上がります。大体110%、20%ぐらいは購入者のリピートもギフト購入においては上がるなという印象があります。で、もう一方でギフトを受け取る方側のリピートと、私たちではそのリピートというよりはギフトを受け取った方の購入転換みたいな形でも呼んでいたりはするんですが、これまで私たちの e ギフトの仕組みがなくとも、もちろんその先に自分で買ってくれてる方もいらっしゃれば、誰かに次にギフトしてる方もいらっしゃれば、いろんなケースがあったかなと思うんですけど、私たちはその e ギフトを受け取った方でまだ買ってない方に企業さんからメールを送っていただいたり、クーポンをお渡しいただいたり、新商品出たよというご案内を送っていただいたり、そのタイミングでこれまで買ってこなかった方も買うようになると、そのギフトを受け取った方の 40% ぐらいが購入転嫁をしてくださっているケースもあったりします。 40% も相当高いんで、大体でも 10% か 20% ぐらい、これまでギフトを受け取って何にもしなかった方にあと一歩後押しすると、実際商品はもう受け取って、仲いい友達とか恋人とか家族から受け取ったギフトが本当に気に入って好きになってくださっている方ってたくさんいらっしゃるなと思っていまして、あとはそこに人を押しするだけで自分で買うようになる、自分で次にギフトする側に回るっていう体験は非常に作りやすいんじゃないかなと思っていますね。ちなみに購入されたマーチャント様側のオペレーションみたいなところっていうのはどのように設計されてるんですか？そうですね、オペレーション非常にご質問いただくことが多くてですね、e ギフトという性質上少しオペレーションが複雑になるという印象が持たれます。背景としてはまずギフトを住所入れずに買っていただいて、その注文データを保留させていただいて、住所をお相手の方が入力した後にその注文が発送可能になるっていう、そういう前提を持っているので、オペレーション非常に厄介になるんじゃないかっていう懸念を持たれるんですけど、実は一切企業さん側のお手間かからないようになっていまして、背景としては企業さん側で使ってらっしゃる OMS 受注管理システムとの連携を私たちが大体ほとんどの全てのサービスをさせていただいていたり、いろんなカートシステムともさせていただいているので、受注がされて住所がない状態の注文を保留させていただき、でもその注文に対しては在庫を確保した上で保留するという自動の処理で、住所が入力されると発送可能に自動で切り替えるという処理、OMS 側でのそのステータスを出荷可能状態に変更するという処理を全て私たちの方から連携してさせていただいているので、この一見複雑に見える e ギフトのオペレーションは一切企業さん導入してから通常の注文の処理と同じように取り込んでいただいて出荷いただけるような形にはなってますね。はあ、ちなみに OMS とは具体的にどのあたりの OMS とこう連携されてるんですか？メインどころですとアロシレスさんとか、ネクストエンジンさんとか、クロスモールさんとか、オープンロジさんとか、エニロジさんとか、ハピロジさんとか、そういうもうメインどころは全て網羅してますね。ほぼほぼ
日本のシェア 90% ぐらい抑えてるって感じですか？そうですね。すごいですね。まあ、たまにでも、まあ、弱点としては、クラウドのシステムとは全て連携ができているんですけれども、オンプレの OMS を使われている企業様がいらっしゃった場合には、やや手動のオペレーションが追加で発生してしまうということがありますね。はい、けど、基本的には API でつなぐみたいな感じですか？そうなりますね。わかりました。実際に、いくつか導入されている中で、いやー、このエニーリッチ、のこのエニーギフト入れたらこんだけすごいことになったよみたいな喜びの声っていうのも実際聞かれてると思うんですけど、はい、なんかこう代表的な声を紹介していただけますか？そうですね、実際に喜びの声としていただいているところは、もう売上の 20% 近くをもうEギフトがもうすでに占めて毎月推移も上がっているような企業さんもいらっしゃったりですとか、あとはEギフトの性質上、ギフトシーズンの当日とか周辺の売上が相当上がるような実績もありまして、この前の5月14日の母の日ですと、通常のギフトの売上に対して100倍の売上を上げている企業さんがかなり、まあ、10社近くいらっしゃいまして、まあ、その企業さんだからもEギフトがなければ、このこれまで母の日の2日前か3日前ぐらいがピークだったところが、5月12、5月13とどんどん上がり、5月14が100倍になるという、そんな、なんか数値の推移もしてる企業さんがいらっしゃって、そこの企業さんからは喜びの声はかなりいただいてましたね。すごいですね。そもそもやっぱり 20% の売り上げを占めるっていうのもすごいし、100倍ってすごいですね。すごかったですね。なんか今回、母の日の中のメッセージとか見てると、いいギフトなんですけれども、お母さんへの送付なんですよ。はい、それはすなわち、ギフトはもちろん多分お母さんの住所は皆さん知ってらっしゃるんですけど、ね、5月14日当日に、あ、今日母の日だと気づいて、ね、今から送らないとという時に、うん、まあ、いいギフトだと今すぐ送ったというこの事実自体は成り立つし、かつ良かったところは、導入された企業さんほとんどが日時の指定を、受け取る側が日時指定できる機能を設定されてらっしゃって、お母さんに、まあ、明日明後日忙しいと思うから自分で受け取りたい日をこれで決めてくれと、言い訳とセットで母の日当日ギフトを送ってくださる方が非常に多くてですね、はい、お母さん側はじゃあ1週間後に受け取るとか、もしくは冷蔵庫の事情的にも1ヶ月後に受け取りますとか、そこを自由にご調整いただいて、ギフトの売り上げ当日非常に伸びたなというところは5月14日もありましたし、これまでもバレンタイン当日とかホワイトデー当日とか、まあ、ギフトのシーズンのたびにこのギフトのトップラインというのを伸ばせるところがあるので、これまでの EC の企業様は基本ギフトのシーズンの2日前3日前がピークのところを最大化できるという強みはかなり喜ばれていらっしゃいます。なるほど。よくあるのがまだ間に合うとかいうキャッチコピーのね、はい、バナーとかあるけど、はい、それが当日でも有効になるっていう。そうですね、はい、すごいですね、はい、ありがとうございます。ちなみに、はい、導入するとこう利用できるメディアがあるっていう話を聞いたことがあるんですけど、はい、こうメディア掲載サービスっていうんですか、はい、もうちょっと詳しく教えていただけますか？ ありがとうございます。これまでは私たちのギフトの組み込みのエニーギフトというサービスをやってきていて、まあ、基本的にそのサイトに来たお客様のギフトの買いやすさ、受け取りやすさを作っているので、そのサイトに来なければそもそも認知されないというそんな性質は持っておりました。ただ、まあ、ギフトを探したい方、例えば母の日でも、母の日おすすめ10選と Google 検索される方、Yahoo 検索される方って非常に多くいらっしゃって、私たちがギフトのメディアを持って、その先に導入されたお客様に送客をすることができれば、非常にその各企業様へのメリットを作れるなというふうに思っていまして、今年の3月にギフトのメディアを買収しまして、いろんなギフトのシーズンのたびに、Google 検索すると私たちのメディアに引っかかり、メディアの中には導入企業さんの記事とか商品が実は今現在無料で掲載をさせていただいておりまして、まあ、そこから企業さんへの送客をさせていただくということをしておりました。ちなみにメディアの名称っていうのは何て名前なんですか？9つあるので、まあ、先ほど母の日 .me っていうメディアですとか、はいはい、これからですと父の日 .jp っていうメディアですとか、そういうメディアを今私たちの方でこのシーズンごとに9つほど持っているという形です。クリスマスとかバレンタインとかホワイトデーとかそれぞれのシーズンごとの数字に特化したギフトのメディアというものを持っている形ですね。ちょうど母の日 .me のメディアは、この前だと母の日で Google 検索すると SEO で2位の位置にまで来てたので、すごい。非常にかなりの企業さんに送客できたんじゃないかなというところはありますね。いや、ちょっといろいろ相談できそうですね。導入検討されている方々は。はい、ぜひいただけたらと思ってます。はい。いろいろお話伺いましたけど、このエニーギフトを通して込めた思いみたいなところっていうところをちょっと教えていただけますか？そうですね、エニーギフトに込めた思いとしては、世の中のいい商品、魅力的な商品がもっといろんな人に気づいてもらって、もっとファンが増えていけばいいなというふうにはすごく思ってまして、自分自身も昔いろんな商品を勉強のために買ったりとか、実際試してみることってすごく多くて、買いたいなと思って買うものもあれば、勉強のために買う予定がなかったけれども買ってみたものもすごくありまして、はいはい、でも実際手元に届いてみるとこんなにいい商品なんだとか、
こんなに魅力的なんだっていうことを後から気づいて、その後に自分がファンになっていくっていう声が非常に多くあったんですけれども、この体験もっともっとあのいろんな人にできたら、世の中の魅力的な商品気づかれてないだけで本当はいい商品っていうものがどんどん広がるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、ギフトは半ばその強制的にお相手の方にこの商品の体験価値を感じてもらえる一つの手段だと思っていまして、そのギフトがもっともっと広がっていけば、世の中のいろんな魅力的な商品が持ってるの人に気づいてもらえて、もっとファンが増えていくんじゃないかなというふうに思っていて、そういう体験を作っていけたらなと思ってますね。ありがとうございます。では最後にエニーリーチさんとして今後の展望みたいなのがあればちょっとお聞かせください。実は今日エニーギフトの、はい、海外版出すんですよ。お、海外版。はい、まあ、今後の展望としてはエニーギフトのサービスをグローバルで一気に広げていきたいなと思ってまして、まあ、いろいろショッピファイの企業さん、ベンダーさん増えてきて、まあ、国内でこういろいろとなんかしのぎを削り合ってるところに、私たちここからこう海外を一気に切り開いていって、まあ、日本からこうこんなに海外で使われるサービスを作れるんだというところは、まあ、一気に証明していきたいなと思ってます。素晴らしい。いや、海外のやつだと OMS とかいろんなものがあるから、結構一個一個対応していくのが大変そうですね。かなり大変だと思いながら、一旦 OMS とかはもう全部連携せずにまずはテストで出すというのが、なるほど、はい、でフィードバックがあったらちょっとやっていくみたいな。そうですね、はいはいはい、いや、ついにエニーリーチさんグローバル展開です。はい、ということで今日はですね、エニーリーチさんにお邪魔してエニーギフトのアプリケーションの話をいろいろ伺っていきました。聞く中で単純なる e ギフトではなくて、新しいファンを創造するリファラルの機能であったり、オペレーションを簡単にするために OMS との連携もしてらっしゃるというところが非常に感銘を受けた部分でした。さらに海外にも展開していくということで非常に注目が集まるかなというところでございます。はい、ということで今後ですね、こういう e ギフトの部分に臨みたいなというようなマーチャント様はアップユーティにご相談いただいても結構ですし、エニーリーチさんに直接お問い合わせをいただいてもいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後にご唱和お願いします。アップユーティに相談だ。